皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の30日月曜日ですね。時間が日本時間で、夜の9時44分ということで1時間ちょっと遅れました。1時間12分遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、福島震災復興をアピールするために福島県の放射能汚染地域を走らされるオリンピック聖火ランナーは放射能被曝の危険性を知ってんのかということなんですね。ということで今日の放送、ワイワイニュースライブ通算で2910回目の放送を始めたいと思います。現時点では音声も映像も問題なく配信されているということです。ということでいつものように、先週の金曜日ですね、ワイワイニュースライブのメインテーマ詩を書いたんですね。日本人の国民性20の特徴というメインテーマで、YouTube でですね、 YouTube 向けの表紙で、このように非常に分かりやすい表紙を作って、もらいました。日本人の国民性20の特徴ということで、権力の悪事には見ざる言わざる聞かざると、こういう非常に分かりやすい、表紙ですねということです。そして現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが340名様、YouTube が437名ですから、777という非常にラッキーナンバーが揃った数になってますね。ということです。そして2つ目が、まあ、今年はもう明日1日しかないんですけど、元旦が明後日水曜日ということで、私の場合は、まあ、正月休みはなくて、ずっと今週は暦通りに放送するということです。ということで今日の、それと画像ですね、失礼しました。今日の画像です。今日の画像は、1234ですね。で、1位がですね、今日のトピックスのトップに取り上げましたけど、今年は巨大地震が襲っていくんじゃないかという日刊現代の記事なんですね。これタイトルはですね、太平洋プレート大暴れと、近づく3つの巨大地震を専門家が懸念という12月29日のやつです。でその記事の中にこの図2枚が貼ってあったんですね。で、上の方はこれか、南海トラフと相模トラフということで、この太平洋プレートっていうのがせり上がるということで、相模トラフトと南海トラフトがせり上がった反動で、ものすごい、地震を起こすということなんですね。でこれが図なんですね。プレートが跳ね上がると、そしてひずみが蓄積してプレートが跳ね上がると、上に跳ね上がると、そして跳ね上がった反動で大地震が起こるということなんですね。今年その危険性が高まるという記事です。から2つ目がですね、今日のメインテーマなんですけど、これは以前に取り上げたんですけど、
今年の、あ、来年か、来年の3月26日からですね、いわゆる福島復興を世界的にアピールするという聖火ランナーをわざわざ福島のこの震災地区、を聖火を持って走らせるという企画なんですね。3月26日、1日と2日で、特に1日目、これがやばいんですね。で、スタートがこのビレッジという、J ビレッジという、現在はサッカー場になってるんですかね。こっから1日目ですね。で、原発からですね、もう原発の近くですよね、10キロ圏内ということで、稲葉町、2、広野町、3、いわき市、4、川村村、5、富岡町、6、大熊町、7、これは柏村で、8、浪江町、そして南相馬市という、これが初日なんですけど、やばいのはですね、この大熊町、これが居住制限地域に指定されてるんですね。居住できないんですよ。それほど放射能汚染がひどいということなんですね。この6番の大熊町。そして一旦、柏村に抜けるんですけど、浪江町に戻ってくるんですね。この浪江町っていうのが、居住制限どころじゃなくて、立ち入り禁止地域なんですね。で、そこを縦断して南相馬市に抜けるとこういうことなんで、この特に初日の6から8、6、7、8とこの地域が非常に、放射能汚染が高いということで、住居制限がされていると、立ち入り禁止されているという地区をわざわざ聖火ランナーに走らせるとこういうとんでもない計画なんですよね。そしてその地区のどれほど放射能汚染されてるかという図がこれなんですけど、これは大熊町で、このピンク色のところで、これよく見えないんですけど、ピンク色の地域に斜線が入ってるんですよね。これが全部立ち入り禁止地域なんですよ。そして大熊町だけが住居制限、居住制限地域ということで、で、大熊町に入って、そして、柏村に抜けて、再び浪江町になるということで、浪江町を横断するわけですよね。そして、南相馬市に抜けるという、これが初日なんです。で、全部、福島第一原発から30キロ圏、特に大熊町とか双葉町っていうのは、10キロ圏ですよ。この半円が20キロ圏ですからね。浪江町も20キロ以内と。10キロ、20キロの、いわゆる福島第一原発の大事故の、いわゆる爆心ですよね。爆心地から10キロ、20キロの放射能汚染が、重篤な放射能に汚染された地域をわざわざ聖火ランナーに走らせるというとんでもない計画なんですね。で、これを聖火ランナーに内定している人は知ってて走んのかと。ちゃんと十分情報が与えられて走るのかということなんですね。
だから、まあ、今日のメインテーマはそういうことで、そういうことですね。こんな、いわゆるお国のために命を捧げろという、まあ、特攻隊と同じですよね。日本国の東京オリンピックのために福島の復興をアピールするためにあなたたちは多少の放射能被曝を我慢してでもお国のために頑張りなさいと、こういう放射能被曝特攻隊精神ですよね、これね。ということです。ということで今までのところをアップしますね。表紙、日本人の国民性20の特徴というのを詩で表したんですね。そして現時点での視聴者数が777という縁起のいい数字になってますね。それと今週火曜日は元旦ですけど、正月3日間はまあ世の中お休みなんですけど、私の場合は関係ないということで正月休みなしに放送する予定ですということですね。そして今日の画像、南海トラフと相模トラフ、それと海溝型地震の仕組みと、日刊現代ですね。から2つ目が今日のメインテーマですけど、福島県内の聖火リレーのルートということですね。よくまあ聖火を掲げて走りますよね。走る人がいるんですよね。不思議ですね。それと聖火リレーが走る各市町村の放射能汚染度という、さっき言いましたように居住制限地域と、それから立ち入り禁止地域と、そこを走るんですよ。それを知って走るんですかと、こういうのが今日のメインテーマですよね。もう辞退しなさいと、ボイコットしなさいと、こういうことですよ。というのが今日の画像ですね。そして今日の映像ですけど、この間まあ、取り上げてますけど、現在の巨大な格差社会の一つである、いわゆる下請けの自営業者に対して徹底的に管理して、こき使うと、奴隷制度ですね、現代の奴隷制度を描いた、ケン・ローチさんという、もう83歳の方なんですけど、一旦は引退を宣言したんですけど、この現代の奴隷制度を最後にですね、世の中に告発したいということで、映画を撮ったんですね。この映画が素晴らしい映画なんですね。で、家族を思うときという、現代は Sorry we missed you ということで、おそらく、まあ、家族の子供たち2人いるんですけど、両親がそういう意味でほとんど家にいられないと、家族団らんができないということで、あなたたちに申し訳ないと、恋しく思ってるよという現代なんですけど、日本大が家族を思う時という、このケン・ローチさんのにインタビューした TBSの画像があるんですね。3分ぐらいの、
これを今日の映像として YouTube で日本語の字幕がついてますんで、そうですね、ケンローチさんのインタビューとその後同じような問題が日本で起こってるということで、自衛の、内装かな、内装の下請け業者の男性の証言が出てくるんですね。もう生活カスカスだと、貯金もできないと、そういう人たちが、いわゆる自営業の人たちが230万人日本にいると、こういうことなんですね。We missed you ですね。Sorry ですね。ということで、ジョシュア・マーティンさん、Sorry, we missed you. We will put you to the jail ですね。お前をあの刑務所にぶち込むぞと。こういうミスなんか、ミス言うじゃないですよね。ということと、それから高志三平さんがお茶とコンティニューコインですね。そして、ジョアン・マーティンさん、今日のメインテーマですね。福島地震復興をアピールするために福島県の放射能汚染地域を走らされるか、聖火ランナーは放射能被曝の危険性を知ってんのかと、今日のメインテーマです。から砂ずきんさん、中断嵐を報告した人からシカゴさんの安否を問われ、入院中と答えたら回復を祈りますとのことでしたと。ああそうですか、はい。それと砂ずきんさんですね、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いします、こういうことです。から砂ずきんさん、今日のメインテーマをリツイートしていました、 YY ニュースライブただいま配信中と。から革命的共産主義、すごいですね、お茶ですね。初耳さん、今日のメインテーマリツイートしていました。 K さん、コンティニューコイン。初耳さん、いつもたくさんのコンティニューコインですね、 1,2,3,4,5,6 枚ですね、ありがとうございます、配信ありがとうございます。から翔さん、コンティニューコイン、ありがとうございます、ということですね。ということで、次に何でしたっけ、あ、そうか、ケンローチ監督のインタビューですね。新作を発表した巨匠ですね、ケンローチさん、現代社会が抱える問題を描いた映画に込めた思いを綾香キャスターがインタビューという、なかなかいいキャスターで評判のいい人ですよね、この小川さんという人。私テレビ見ないんで分かんないんですけど、ということでぜひ、ご覧ください、機会があれば。砂ずきんさん、危険な被災地を走らせるなら防護服が必需品と。もうゴテゴテの、まあ、50キロぐらいの完全防護服を着て走れっていうんですかね、もう漫画ですね。と、今日の注目情報です。これは長州新聞ですね、本気の思いつなぎ、何新局面を作ると、令和新選組全国ツアーに同行してという記者座談会という3人 ABC の非常に詳しい、各地の山本太郎氏のツアー、
を取材した ABC3 人 の, あの記者の座談会なんですね。これは非常に詳しくて長くてですね、全部アップできなかったんで途中でまあ省略しましたけど、ぜひお読みください。やはりあの長州新聞というのは一人一人の記者のレベルが高いですよね。あの半魚礼新聞も一人一人の記者のレベルが高いんですけど、それに負けず劣らずでしょうね。ダメなのが週刊金曜日ですよ自分たちで記事書かないで外部の評論家とか学者なんかに、原稿を依頼してるから、問題意識はいいんだけど、その問題意識と完全に、合致するような記事内容とは違うんですよね。だから毎回ですね、テーマ、これは面白そうだなというテーマが興味あって、店頭で買ったりするんですけど、中身見ると全然このなんていうんですか、切り口が甘いというかどうとなんで、少なくともメインテーマに関しては自分たちで書けよと。自分たちの問題意識を持ってんだったら、その問題意識を掘り下げた記事を自分たちが書けよというふうに言いたいですよね。もう25年もやってて、ほとんど自社の記者が育たなかったっていうのは一体何なんだと思いますよね。ということで、長州新聞とか半魚礼新聞とか、あるいはタパですよね、突破韓国の、やはりあるいはフランスの調査報道メディアパール、全部自分たちの記者がテーマを掘り下げて書いてるんですよね。だから世界なんかはまさに週刊金曜日と同じで、テーマだけ決めてあとは外部の人間が書くということで、だからダメなんですよね。そうです、ジョシュア・マーティンさん、お茶、なるほど、自分たちで書けようですねと。そうなんですよ、何でしたっけ、あ、そっか、長州新聞です。ぜひお読みください。長州新聞はネットで、ただで見れますんで、あのバカな読売とかですね、あるいは毎日とか朝日とか日経なんかは見出しだけちょっと書き出しだけ見せて、あとは金払いよとこういう、いわゆる報道機関として一番すべきでないことをしてるんですよね。金のためなんですね。だから第一線で一生懸命記事を書いてる記者に対して失礼だと思いますよね。だって興味あるテーマで、毎日新聞なんか第一線の記者の質っていうのは悪くはないと思いますよ。おそらく朝日新聞にいいんじゃないですかね、毎日新聞の方が。で、毎日の、記事を読もうとすると、最初の見出しとそれから 5行か6行ぐらいで、あとは有料ですと言って見られないですね。それじゃあ有料でお金払ってみようかという気は起こんないですよね残念ながら。だから僕は毎日新聞等々っていうのは、いわゆる報道機関としての最低限守るべき、自分たちの報道したい内容をただで、情報を提供するという基本原則を忘れちゃって金儲けに走ってると。だからどん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 自利品なんでしょうね。東京新聞はまだ、産経もそうですよね、ただで見せてますね。それから東洋経済新報オンラインなんかも長い文章をただで見せてるもんね。長州新聞も全部そうですよね。本来そうなんですよ。ということです。ということで、今日の推奨本の朗読ですね。今日は6回目ですけど、このグレタさんのたった一人のストライキということで、家族4人の
非常に、内実っていうかが、お母さんが筆を取ってるんですね。で、今日は第6回目、子ども病院でというところで読みます。子ども病院でと、どんなに辛い時でもステージに立つと私の気分は晴れたと。ソプラノ歌手なんですね。そこは私の聖域だったと。だがセルセの公演中、どういうわけだかその聖域は消えてしまい、私の心は真っ暗だったと。そう、舞台に立ちたくなかったと。そこにいたくなかったと。家で子供たちと一緒に過ごしたかった。忌々しいアルティーベラーグなどなんぞいたくなかったと。何よりもグレタの質問に答えられるようになりたかったと。私はいつ治るのと。それなのに私には答えられないと。その病気が何なのかを突き止めてからでないと、誰もその問いに答えられないと。全てが始まったのは秋学期のことだったと。その2週間前から私たちは何かがおかしいと気づき始めていたと。地域診療所でグレタの検査を受けた数日後、若い医師から電話がかかってきた。検査結果は良好ではありませんと医師は言い、精密検査を受けるためにアストリッド・リンド・グレン子ども病院に行くように勧めたと。予約する必要があるんでしょうかとスバンテが尋ねたと。いいえと医師、今すぐ行ってくださいと。15分後、私たちは学校へ行ってグレタを引き取り、アストリッド・リンド・グレン子ども病院の休館部へと向かったと。グレタが検査を受けている間、不安と緊張が増すのを感じたから、私たちは待った。おばあちゃんに電話し、ベアタを学校に迎えに行くように頼んだと。妹なんですね。数時間後、新しい医師が現れ、いくつかの数値に異常があるが原因はわからないと告げたと。スバンテが床にしゃがみ込んだと。その後の数時間、私たちの気分は急降下を続けたと。地獄への扉が開き始めたと。私たちは診察室をうろうろと歩き回ったと。大勢の人たちがかつてそうしたように、そしてこれからもそうするようにと。その前に私たちはラップに包まれたバゲットサンドを1本買っていたと。それをドア近くの丸椅子に置いたと。私は床に座り、グレタを膝に乗せ、楽しい話をしようとしたと。それからの数年間、私たちは何度もこの時のことを思い出したと。スバンテ、夫ですね、の記憶にあるのは、廊下で自分の膝が崩れてしまった様子。私が覚えているのは、小さな診察室に座る私たちを取り巻いていた重く際限のない暗闇のこと。でもわずかなことしか覚えてないと。きっと記憶しないようにしたからだと。もはやそれ以上のことを考えるエネルギーはなかった。また別の医師が入ってきた。彼女はラップに包まれたバゲットを丸椅子からどけると、そこに腰をかけた。そしてこう言ったと。検査内容を慎重にチェックしましたが問題はないようですと。異常を示す兆候は認められませんでした。私たちは胸をなで下ろし、幸運に感謝しながら帰宅したと。その日の夜の舞台はつらかった。だが病院には他にもいくつもの診察室があり、地獄の扉の前には私たちと同じように悩みを抱えた家族が何組もいたと。私たちはその日のうちに帰宅できたのだから、舞台がつらいというのは控えめに言っても贅沢な話だったと。数日後、子ども病院から電話があったと。医師は児童思春期精神科クリニックに行くことを勧めてきたと。グレタが食欲を失い始めたのは深刻な問題だが、それと検査結果には何の因果関係も認められないという。思春期が始まったばかりの女の子が問題を抱えるときと女優は言ったと。原因は内科ではなく心理的なものであることが多いんですと。ここまでですね。そして明日読むとこ、アスペルガー症候群と
というところですね。病名が分かったんですね。ということです。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、福島震災復興をアピールするために福島県の放射能汚染地域を走らされるオリンピック聖火ランナーは放射能被曝の危険性を知ってんのかというのが今日のメインテーマですね。安倍晋三首相と東京オリンピック委員会は全世界に福島震災復興をアピールするために来年3月26日から2日間ですね、オリンピック聖火を復興の日と名付けて聖火ランナーを放射能汚染地域で立ち入り禁止になっている帰還困難地域と地域や居住制限されている居住制限区域を走らせる計画であると。聖火リレーの計画では出発点は福島第一原発から30キロメートルしか離れてないサッカー競技場 J ビレッジであり、そこから聖火ランナーは原発から20キロ圏内の下記の放射能汚染地域をくまなく走り抜けることになっているということで、地図がさっき見せました画像の中で見せました、こういう聖火ランナーの初日ですよね。2020年3月26日スタート J ビレッジで 1,2,3,4,5,6 で、問題はこの6の大熊町なんですね。これが居住制限地域と、そして7に一旦行って、で浪江町の8、浪江町から浪江町っていうのは立ち入り禁止地域なんですよ。そして7っていうのが柏村なんですね。でそこを浪江町を横断して南相馬市に行くと、これが初日なんですね。そしてこれが初日の聖火ランナーが走るところで、番号4、川内村、5、富岡町で、6が大熊町で、一旦柏村に行ってから浪江町まで戻っていくと。この浪江町のこのピンクのところが全部立ち入り禁止地域なんですね。ということは放射能の汚染度が高いと。そこを横断して、そして南相馬市に抜けると、こういうひどいルートなんですね。だ、当然ながら聖火ランナーは放射能汚染、放射能被曝するということを前提にして、こういう計画で、ボランティアを募集したか、あるいは首相枠で決めたか分かんないですけど、ということなんね。なぜこのような重大な被曝確実な放射能汚染ルートが一切問題になってないのかと。誰も問題してないですよね。何なんだろうと。だからで、このルートを走る聖火ランナーは重篤な放射能被曝することが確実だということであるから、全員が辞退するか、あるいは ボイコットすべきだというのが今日のメインテーマの結論ですよね。当然ながらボイコットしろよと。3月26日ですからもう内定してると思いますよね、ということです。さっきのベルテさん、これじゃないよ、朗読したとこですね。
グレタさんだ、グレタさんの朗読歌唱。そして今日のメインテーマですね。誰が走んのと。安倍自分で走れよって言うんだよね。安倍とそれからこの子決めた東京オリンピックのオリンピック委員会の重鎮たち全員走れよと。自分たちでそんなに復興をアピールしたいんだったら。安倍首相と東京オリンピック委員会は全世界に福島震災復興をアピールするために来年3月26日からオリンピック聖火を復興の日と名付けてと。復興の日と名付けて、聖火ランナーを放射能汚染地域で立ち入り禁止になっている帰還困難地域と。この名称も怪しいですよね。帰還困難じゃなくて帰還不可能地域でしょ。重度に汚染されてるから。そして居住制限されてる居住制限区域、居住不可能区域でしょを走らせる計画だと。で、聖火リレーの計画では出発点は東、東電福島第一原発から30キロしか離れてないサッカー場の J ビレッジで、そこから聖火ランナーは原発20キロ圏内の下記の放射能汚染地域をくまなく走り抜けるというふうになっているんですね。で、このルートは何かというと、スタートから稲葉町っていうのかな、平岡町、いわき市、川内村、富岡町、大熊町から柏村、で浪江町から南相馬市と、こういうルートなんですね。1日目奈良浜町か。それで、とりわけ危険な地域っていうのは居住制限地域の大熊町からということで、さっきの画像が、2枚目の画像が出てくるんですね。ピンクのところですね。で、特に大熊町から一旦葛尾村に抜けた後、聖火ランナーは帰還困難地域の浪江町を横断して南相馬市に抜けると。帰還困難区域というのは立ち入り禁止なんですよ。そんなところにをわざわざ聖火ランナーに走らせるということなんですね。砂月さん、コンティニューコインですね。2枚ですね。で、帰還困難地域とは重度の放射能汚染のために立ち入りが禁止されている区域ということですね。普通だったら入れないところをわざわざオリンピックのために聖火ランナーを走らせると、とんでもないことしてるんですね。なぜこのような重大な被爆確実な行為が一切問題にされないのかと。オリンピックのためですから、タブーになってるんですかね、みんな。
確実な、何？被爆確実な行為が一切問題になってないこと。で、このルートを走る聖火ランナーは重篤な放射能被爆をすることは確実であるから、全員が辞退するかボイコットすべきだと。そうなんですよ。だから走んだったら安倍以下、東京オリンピック委員会の幹部連中が走れということでしょ。オリンピックの利権をむさぶることを正当化するため、福島安全アピールがしたいのでしょうかと。要するにそうですよ。福島はもう、だから安倍が大嘘をついて福島の放射能の問題は一切問題閉じ込めましたから、一切問題ありませんという自分の大嘘を正当化するために、このように聖火ランナーが問題なく走ってますよというふうに彼は言いたいんですよ。だから自分の嘘を合理化するために、人の健康とか放射能被曝とか人の生命どうでもいいわけですよね、あいつはね。コンティニューコイン、安倍お前が走れというそういうことですよ。それとオリンピック委員会の委員長以下、お前たちが走れと。なんで東京で安全なところにいてボランティアの聖火ランナーに走らせんのということでしょ。ということで現在、42分50秒ですね、25名様とそれから65名様の視聴者でコメントが29件ということですね。今日のトピックス、太平洋プレート大暴れ、近づく3つの巨大地震を専門家が懸念ということで、日刊現代29日付。来年は決していい年には絶対なんないですからね、地震が来ると。から世界金融恐慌が来るということですよね。それと2つ目が、この記事の中で、南海トラフのことを説明してますね。太平洋プレートは千葉南西沖からフィリピンまで続くフィリピン海プレートの下に潜り込んでいて、ここにも圧力をかけていると。その影響で2018年12月頃からフィリピンやインドネシアで地震や火山噴火が相次いでいると。太平洋プレートに押されているそのフィリピン海プレートはユーラシアプレートに沈み込んでいると。フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界にある海溝が南海トラフだと。ちょうど駿河湾、静岡県から日向灘沖、宮崎県にかけて存在すると。南海トラフ地震について政府は今後30年以内に70%から80%の確率で発生するとし、2018年12月以降南海トラフが直接動いたとみられる揺れも観測されていると。20年に南海トラフ地震、南海トラフを震源とする地震が起きるかもしれないと。それから相模トラフってなんですね。相模湾から房総半島南東沖にある相模トラフも要警戒だと。フィリピン海プレート、太平洋プレート、ユーラシアプレート、北米プレートの4つのプレートが重なり合うエリアだと。約100年前に起きた関東大震災の
震源だと。太平洋プレートの強い圧力で相模プレートが相模トラフが揺れれば首都圏を直撃する恐れがあると。この4つのプレートが重なる場所に位置する都市は世界でも東京周辺以外には ありませんと。今回挙げた3つの地震は全て東京を大きく揺らすと。それぞれ地震の兆候がいくつも見られる中、20年東京五輪を迎えることになると。最悪のタイミングですという、これ島崎学さんという、高橋学さんという地震学者ですね、ということです。恐ろしいですね。安倍自身が危険地域のランナーになればいいと。そうですよ、国民投票で安倍を推薦しましょう。ということで、2番目、アフガニスタン紛争、過去10年で、民間人10万人が犠牲にと、国連 AFP 日本語版だ。民間人が10万人ですけど、戦闘員含めた人間というのはおそらく50万人ぐらいになるんですよね、10年間で。これ全部ブッシュ、チェイニー等々のネオコン戦争派が仕掛けたんですね。イスラエル、イギリス、アメリカ CIA、 イスラエル、イギリス、フランス、そしてサウジアラビア等々のネオコン戦争派が仕掛けて、9.11 を仕掛けて、で、それを口実にして、タリバンがやったんだというふうにでっち上げて、タリバンをかくまってる。アフガニスタン、アフガニスタンのタリバン政権をがかくまってんだということで、侵略戦争を開始したんですね。10万人どころじゃないでしょ、全部で50万人以上殺されてるでしょ。アフガニスタン戦争、紛争って書いてますけど、正確にアフガニスタン侵略戦争ですよ。アルカイダですね。アルカイダがやったというふうにでっち上げて、アルカイダをかくまってるアフガニスタン政府を打倒するんだということで侵攻したんですね。だって 9.11、 2001年の911の例のニューヨークの同時テロ、アルカイダがやったと言われてますけど、実はさっき言った戦争、ネオコン戦争派が全部仕掛けたということで、それを口実にしてアフガニスタンに侵略したのが2週間後ですよ。2週間後に他国を侵略できるってことは普通ありえないんですよね。それからもう何年も前から準備してないとできないわけですよね、侵略戦争なんかね。だからもう完全にやらせですよ。そして、同時にイラクも侵攻するという計画だったんですけど、国防総省内部に反対派がいたということで調整に手間取って、その翌年の3月に伸びたんですよね。だからもともとアフガニスタン、イラク、そしてシリア等々はネオコン戦争派にとっては侵略国だというふうに決まってたんですね。それの口実作りで911をでっち上げたと、こういうことでしょ。ということで、なんだっけ、アフガニスタン紛争じゃなくてアフガニスタンへの侵略戦争ですよ。
それと二つ目、三つ目か、内部 告発者、特定した投稿をツイート、トランプ氏に非難の声ということで、ひどいね、ここまでやるんだね、トランプ、もう錯乱状態でしょうね。今なんか、クリスマス休暇中らしいですね。トランプ米大統領の弾劾、訴追でそのきっかけとなった広く考えられている内部告発者を特定したツイッターの投稿をトランプ氏がリツイートしたと。共和党からは29日トランプ氏にツイッターでの自制を求める声が上がったと。ホワイトハウスにも非難が集中しているということですね。から3つ目の今日のトピックス、赤レンガの東京駅でこんなことが起きているという田中流作ジャーナルですね。これは JR 総連の組合員を切り崩している、いわゆる JR の管理者が露骨な切り崩しをして、それに対して、JR の組合員が5人ですか、裁判に訴えたと、こういう記事ですね。氷河期ともいえる日本の労働運動を象徴するような事件が起きたと。労働組合からの脱退を強要された JR 東日本の労働組合員4人か個人で JR 東日本を相手取って損害賠償を請求する訴えを26日東京地裁に起こしたと。これいいですよね、個人でやるっていうのがいいんですよね。訴状によると原告の1人39歳は2018年11月所属先の運輸区長らから懇親会の席上で、まだ組合辞めないのか、いつ辞めんだと、早く辞めろよなどと露骨に組合脱退を求められたと。別の原告41歳は2018年3月勤務する駅の駅長、副駅長から懇親会の二次会でお前らの将来に関わることだなどと恫喝めいた言葉を浴びせられ、労働組合からの脱会を迫られたと。労働組合からの脱退を強要された JR 東日本の労働組合4人が個人ですね。あ、そうか。ということですね。で、労働組合からの脱退強要は、労働組合からの脱退強要は明らかな不当労働行為であると。憲法28条が保障する労働者の権利、団結権を侵害していると。不当労働行為があった場合、通常は、行政の労働委員会に救済裁定を申請する。ところが本件は異例で不自然だったと。東日本からの脱退組合脱退を強要された組合員が東京都労働委員会と茨城県労働委員会に救済確定を申し立てたところ、組合の大会で取り下げが決定されたと。これを受けて組合本部は取り下げを指令したと。で、組合指令32号なんですね。組合指令32号、組合本部は被告たちが東京都と茨城県の労働委員会に申し立てた不当労働行為の救済申請を取り下げるように指令したと。2018年4月13日26日、参議院会館で原告たちを励ます集会があったと。東京駅に勤務する組合員34は本部がだらしないから個人で訴訟をやらざるを得なかったと。赤レンガの東京駅でこんなことが起きていると、起きていると駆け出してやりたいと、憤りさらけ出してか、
だから組合も向こう側なんですよね。上野駅から新松戸駅に配転させられた組合員39歳は、本部は労働組合にあらずと、労働者の敵であると言葉を極めたと。原告たちは個人で訴訟を起こさざるを得なかったと。訴状によると、最盛期4万8000人いた JR 東日本の労働組合員は、脱退工作の甲斐があってか1万1000まで数を減らしていると。会社側が原告に対して組合のからの脱退を強要したとされる居酒屋、あ、これ写真だね。ということで、そうなんですよ、組合が全然戦わないということで、会社側のとグルになってるんですね。だからもう全部そうなんですね、日本の労働組合は個人で戦うしかないというところに来ちゃったんですね。その方がいいんですよ、すっきりしてて。組合員を守らないって組合の対応ではないということでしょうね。砂月さん、土山純一さんですね、コンティニコイン2名とお茶爆店ですね、いつもいつもありがとうございます。これは JR 総連がろくでもない組合だというのが分かりますね、ということと、それからこれいいですね、来るもの阻まずと、学習塾40年余り、小金井の72歳斉藤さんということで、これは東京新聞ですね。で、あ、そうか、この方の写真がこういうことなんですね。で、この女性が、ずっと登校拒否をしてて、この塾でずっと勉強をして追いついたとこういうことらしいんですね。で、40年以上学習塾武州ゼミナール小金井市を運営してきた塾長の斉藤さん72が引退を決め、来年3月で閉塾すると、希望者は全て受け入れるという姿勢を貫き、これまでに約900人を教えてきたと。不登校の児童生徒らも学んでおり、人生の先生と慕う声も多いと。何よりも大切なことは子どもの気持ちというのが揺るぎない信念だということですね。これは東京新聞、なかなかいい記事ですね。大丈夫、 OK できるんじゃん。主に不登校の生徒や学び直したいという男らが通う昼の部、12月初旬、小平市の土屋美希さん33は、斉藤さんから声をかけてもらいながら数学の計算に取り組んでいたと。本気で勉強と向き合うのは不登校になった小学2年以来と。高齢者施設で働いてきた土屋さん、まずは定時制高校に行くための学力をつけるのが目標で、将来的には食品に関わる資格を取って働きたいと話すと。斉藤さんが開塾したのは1979年4月と。当初は一般的な学習塾と同じく夜だけの開校だったが、85年に不登校の少年の受け入れを頼まれたのを機に昼の部を始めたと。その時に起きた出来事が指導の原点になっていると。その少年は当時中学2年、小学生時代にいじめにあって以来学校に行ってなかったと。塾に通い始めた後、不登校であることを思い悩んで自殺願望をほのめかし、家で行方が分からなくなって約1週間後塾に姿を現したと。当時は不登校のここが悪いという風潮があったと。ここまで追い込む勉強、学校とは何なのか、生きることの方が大事だという思いを強くしたと斉藤さんは振り返ると。現在昼の部の生徒は土屋さん一人で、最後の卒業生になる。小2で土屋さんが不登校になったのは
勉強についていけず、小児ですよね、パニック障害のような症状を起こしたためだと。塾に通う前には学習障害 LD と診断されたと。だが9月から通い始めた塾で小学1年の算数から勉強し、3ヶ月で中学1年のレベルまでたどり着いたと。学べる場があってからでないとできる、できないのは判断できないなと笑うと。生徒の数が減ったこともあり、斉藤さんは余力のあるうちに区切りをつけようと引退を決めたと。惜しむ声は多く、元教え子で現在、夜の部に娘2人を通わせる小金井の会社員、高田敏子さん42は、勉強を教えてくれるだけでなくて人生の先生と。自分の両親にも話せないことも聞いてもらえたと残念があると。斉藤さんには 近年の教育は子どものためという視点が乏しく、利益優先に移ると。子どもを商品のようにしてはいけないと。子どもが幸せになるためどう考え、どう生きるのかを大切にしないといけないと繰り返したという、そういうことですね。教育のなら民間の教育の方がよっぽど原点に忠実なんですよね。このような民間といっても個人の学習塾ですよね。組織が大きくなればなるほど利益主義になっちゃうということで、こうですね。私も10年ぐらいやってましたよね。小学校2年から高校3年まで10年間毎週土曜日、2時から6時頃までかな、土曜勉強会ってのをやってたんですね。そう感じますよね。本当の個人が教えた方がいいですよ。ということです。なかなかいい記事ですね、これ。東京新聞。これはアップしましたっけ。アップしてないね。してないですね。はい。それから、あ、これがあれか、トピックスで今日の重要情報、これはリテラですね。リテラ2019年、振り返るということで、今年はサイコパスぶりがさらにエスカレートと。2019年安倍首相がついた真っ赤な嘘とインチキそっくりということで、リテラらしいですね。いいですね、これ。今日付けです、リテラで。安倍晋三ツイッターよりってことで、嘘、大嘘、その1、その2、その3、その4、その5、その6と、7、8、8まで書いてるんですね。これ面白いですよ。で、大嘘その1、今土砂が投入されている映像がございましたが、その土砂を投入してるしていくにあたってですね、あそこのサンゴについては映しておりますと。大嘘一気をするために嘘をつくと。保坂のぶの、そうですね、保坂のぶとさんも独学であそこまで行ったと。大嘘の1、
それから大曽にいわば100年安心ということはですね、確保されたと。だこれはあれでしょ、年金でしょ、100年年金制度は100年間大丈夫ですという大嘘をついたんですね。30年で破綻するというのにもかかわらず、これが2ですよね。3、大変残念なのは先ほどの当初の議論ですよねと。年金のいわば積立金が枯渇するといった時、白紙が起こったことがありますと。党首討論、枯渇するとこういうのが定説なんですね。移しても定着とは別と、辺野古の珊瑚と砂月です。から4、まるで私たちがですね、統計をいじってアベノミクスを良くしようとしてる、そんなことできるはずないじゃないですかと、そんなことできるはずないじゃないですかと、全部いじってんだこいつは、世論、内閣支持率含めて。これ4、5、トウモロコシ買うのは民間政府ではないと、これも大嘘。民間なんか誰も買わないでしょ。政府が金を用意して民間に買わせるような体裁を作るということでしょう。特別会計から金出すんですよ。6、令和というのは今まで中国の漢籍を根拠としたものと違ってですね、自然の一つの情景が目に浮かびますねと何なんだと、万葉集から取れというふうに安倍が指示したみたいですよね。7、私が言ってること嘘だって言ってるんでしょう。それは非常に無礼な話ですよね。嘘だって言ってるんでしょうと。あなたは本当だったらどうするんですか。これあなた嘘だって言えるんです。だから私が嘘を言うわけないじゃないですか、ね、嘘しか言わない人間が、だから自分が嘘を言ってるっていうのは分かんないんでしょうね。嘘しか言わないから、いつも嘘を言ってる人っていうのは自分が嘘を言ってるっていうのは分かんないわけですよね。言ってることが全部嘘なんだったらもう病気だよねこいつね。コメディアンだね本当、ボケ。成功しつつあるような安倍晋三と、コメディアンとして成功しつつ、私が嘘を言うわけないじゃないですかって。大嘘その8、私は招待者の取りまとめ等には関与してないと。例の桜を見る会ですね。首相枠でお前が全部5000人を招待したんだろうと。ということです。だからさっきの嘘を言ってるってことは、要するに真実を知ってて、で自分が言ってることは真実とはかけ離れた嘘だという比較ができるから嘘と分かるんですけど、嘘しか言わない人間は自分の言ってることは嘘だとは思わないですよね。比較できないから、真実言わないから。だから安倍はそういう状態ですよ。全部自分が言ってるのは真実だと思ってるんでしょ。
圭さん、このような方が国のトップで、安泰して警察も検察も何にも手が出ないというのは日本国が異常な形態ですね、形態で運営されているということですから、根本的に革命的な状況が作られる必要があるでしょうねという、まさに市民革命なんですよ、ということで今日の放送はこれで終わりです。時間が1時間10分56秒ですね、57秒ですね。視聴されている方が同時期で27名様、全体で94名様、コメント51件ということで、今日もたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。現在日本時間で22時53分あ、まあ夜の11時ですね。ということでお疲れ様でした。砂月さん、首相に復帰、官僚にか吹き込まれた嘘を信じてるのかも、江戸時代に例えて、座敷牢と言いますか、江戸時代に例えて言えば座敷牢、要するに座敷牢に入っているような状況で官僚の嘘を信じちゃってるということですかね。Kさんお疲れ様でした。ジョシュア・マーティンさん、キャス君ですね、お疲れ様でした。砂月さん、ということで今日の放送これで終わりです。また月曜日、火曜日ですね、明日できるだけ9時から9時半の間に放送開始したいと思いますので、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送